こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの野手山です。ここではですね、いつものように私がおすすめする家庭菜園に向く有機無農薬栽培を紹介していきます。今回はですね、ニラの栽培を紹介します。ニラはですね、3月に種をまいて育てることもできますが、種まきした年は収穫できません。1年間大きく育ててですね、翌年の春からの収穫になる野菜です。その代わりですね、一度植えればですね、3年も4年もそのまま収穫を続けることができる多年草なんですね。ただですね、それだと時間かかるので、ここではですね、もっと簡単にですね、栽培する方法を紹介していきたいと思います。それはですね、種まきして1年間、育った苗を手に入れることで始める栽培です。苗はですね、ネット通販でも手に入りますし、大きな種苗店やホームセンターにも売ってると思うんですね。まず、それを手に入れてください。もしですね、知り合いにですね、ニラを育てている人がいればですね、多分ですね、その方からですね、分けてもらうこともできると思うんです。ニラ自体はですね、すごく繁殖力がある野菜なので、3年ごとにですね、株分けしていくとですね、すごい多くのですね、苗が余ってしまうんですね。それを譲ってもらうっていう栽培を開始する人が非常に多いです。こちらをご覧ください。私の畑ですね、ニラを植えたところです。この苗もですね、友人のですね、農家の人から譲り受けたニラを植えたものです。このようにですね、一度ですね、苗を手に入れてしまえばですね、もう無限ループですね、毎年毎年栽培できますし、3年か4年ごとに植え替えることによってどんどん増やすこともできますんで、非常に便利な野菜です。ここにですね、今ニラの花がですね、咲き終わってですね、黒い点々の種がついてますね。これがニラの種です。この種を植えても育てることができます。ずっとですね、来年も再来年もっていう形でですね、連作していくならですね、このようにですね、種をつけない方が養分がですね、根にたまって翌年は立派な葉ができますんで、こういうふうにですね、とう立ちしたら早めに切り取ってやった方がいいと思います。手前側がですね、もうこういうふうに遠立ちした茎はですね、切り取っちゃっててですね、早さかなかった部分です。この部分をですね、今度の苗に使うんですね。ここを掘り出していきます。このように、掘り出すとですね、ここに苗が取れます。このようにもう立派に根が張って、これがですね、すごい3年や4年経つと混み合ってきちゃうんですね。そうするとですね、根がですね、余裕を持って育たなくなるんで、こうやって分けていって、こうやって隙間を空けていくっていうのが、株分けのポイントです。植えるのはですね、これをこういうふうにですね、大体2つぐらいの苗に分けてですね、分けた部分をこう植えていきます。これが新しく植える、苗になります。これがですね、今回掘り出して植える新しいニラの株です。ここですね、このちょうど葉っぱのですね、付け根の部分、ここを輪茎と言います。ここに養分をたまるんですね。この養分がたまって、こちらの、根もですね、こう太いですね、この太くなってるのに養分を貯めてます。ここにですね、たくさん養分がたまるとですね、翌年のですね、ニラはですね、幅が広くてですね、甘くて柔らかくて、美味しいニラに育つんですね。この養分のためが少ないと細くなってですね、尖った、美味しくないニラになってしまいます。上の部分はですね、まだここちょっとですね、枯れないで残ってますが、このまま、しばらく経つと枯れてしまいます。それでですね、ちょっとニラのですね、収穫を紹介しておきますと、このままですね、こういうふうに春になって芽が出てきてですね、新しい葉っぱが出てきます。これをですね、この下の部分を、5センチぐらい残して切るんですね。これが食べる部分です。これがですね、次々に大体ですね、1ヶ月も経つとですね、元のように再生しますんで、切っていけばですね、5回ぐらい収穫が可能なんですね。ただですね、あまりにその頻繁に切ってしまいますと、この根の方に養分がたまらなくなってしまいますんで、まあ翌年もなんて幅広のですね、いい葉っぱを取りたいなら3回ぐらいにして、ね、このようにですね、根に十分、養分がたまるようにしてかあげるとですね、
翌年も美味しく食べられますので大きなポイントですので覚えておいてください。それでですね、これから植えるんですが、植える前にですね、ぜひですね、3年分のですね肥料を入れる気持ちですね、たっぷり施肥してほしいんですね。ニラはですね、とにかく肥料好きなんです。堆肥をメインに、ですね、たっぷりですね、1平米あたりに換算するとですね、堆肥をですね3リッター、有機肥料 200cc、酸性土壌にも弱いので、必要な畑でしたらですね、有機石灰も 200cc ぐらい入れてあげてください。でですね、入れたらですね、ニラの植え付けはですね、急ぐことはないんで、3月ぐらいまでに植えればいいんで、今植えてもいいですし、十分に肥料がですね、土に馴染んで熟成するまで待って1ヶ月ぐらい待ちたいですかね。そしてから植えてあげた方がいいと思います。それでですね、その間こう苗はどうするのっていうんでしたら、これはですね、どっか の鉢やなんかに植えてですね、仮植えしてそのまま置いておけば傷むこともありませんので、まず肥料の熟成を優先させて、それから植えていくとがいいと思います。では実際にやってみましょう。まずですね、このようにですね、畑をですね、ちょっと深く掘って、ここにですね、肥料を入れていきます。もうたっぷりこういうふうに撒いて入れてください。3年分の肥料ですから、心を込めて入れてあげるといいと思います。ですね、12月のですね初めにですね、こういうふうに肥料を入れたらですね、植え付けはですね年明けぐらいと考えていただければいいと思います。そして、軽く混ぜといてですね、畝を作っていきます。12月にですね植えたいっていう場合はですね、肥沃な場所をですね、見つけてですね、肥料を入れずに植え付けちゃっても構いません。その後ですね、春先にですね追肥していって育てていけば十分育ちます。畝はですね、このようにですね、15センチ間隔の黒いマルチシートを敷いた場所がいいと思います。もちろんですね、そのままですね土に植えちゃってもいいんですけれど、私はですね夏のですね雑草抜きが煩わしいんで、マルチを使った栽培をしてます。この穴にですね2株ずつ植えていく感じで植えていってもいいですし、1株ずつでもいいです。このぐらい大きいんでしたら1株ずつ15センチ間隔に植えるか、30センチ間隔で2株植えるか、どちらかの植え方をやっていただければいいと思います。このようにですね穴を開けてですね、この中に入れていきます。で、ネギやなんかと同じでこの輪茎の上まで土をかけて埋めていけば OK です。こういう形でですね植えてってください。葉っぱがですね邪魔だったら切っちゃってもいいですし、根もですねあまり多すぎて入らないんでしたら、短くこのように切っちゃって植えても、差し支えはありません。ちゃんと春には、芽を出してくれます。植えたらですね、植えた時だけあまり乾燥している時は水をあげてください。あとは水やりの必要はありません。最後にですね、今ニラ栽培してる人にですねワンポイントのアドバイスをしておきたいと思います。ですね、今年ですね収穫がですね葉が細くてですね、少しですね硬くなったなと思ったらですね、このような形で植え替えてください。そうするとですね、また葉幅の広いですね柔らかい甘みのあるニラに生まれ変わるはずです。ニラはですね今この黒いマルチを張って植え付けましたが、こんなですね仰々しく植えなくてもですね、栽培してるですね畝の間とかですね塀際のですね空き地があればそこを利用して栽培しても、ちゃんと実ります。そういう便利な野菜です。今回はですねニラの栽培を紹介してきました。このシリーズではですね今後もですねいろいろな野菜作りを紹介していきますので、ぜひですねチャンネル登録と高評価をお願いいたします。シェア畑菜園アドバイザーの野手山がお送りしました。それではまた次の野菜でお会いしましょう。バイバイ。